ソウル社食団は、李氏朝鮮時代、朝鮮国が国家として土地の神である、社と国食の神である、機微に対して祭祀を行った場所である。李氏朝鮮の初代国王である大祖が関容にというを定めた折、主来の左病右者の原則に則り、京福宮の東側に創病を、西側に社食団を設けたのが始まりである。 社食団は二重の柵に囲まれており、柵の四方には、本猿文が設けられている。土地の神に祭祀を行う社団は東側に、黒色の神に祭祀を行う、木尾団は西側に配置され、団の形は、空は丸口は四角いという、天塩地方説に基づき方形で作られた。団の周りは三段の石団が取り囲み、団の上は、各方角により木、青、白、 赤、黒の古色の土で覆った。最初に混流された時、段の周辺には東、西、北側の山のヘリに沿い囲いを巡らし、その中にカムロを置いたが、軍録、継長の役の際、カムロなどは消失した。第十四代国王である戦争の末になるよう役、修復され、歴代国王の世にまたがり修理が続けられた。新門は丹層の切り妻屋根で、 元の位置より若干後退している。日本の統治時代に都市計画により公園にされ面積が縮小された。以後1980年代以末に社食団の整備事業が進められ、団とその周辺が一部復元された。文化財保護施設として指定されているために一般人の直接の立ち入りや通行はできない代わりに社食団の本猿麦や石垣越しに 祭壇の姿を見ることができる。ありがとうございます。